変異の選手で、選手でペップバルス再現しようとしたら誰を選びますか面白いすですもんね。なんだろうキーパーエデルソン、フォーバック、左からダニアウェスっぽい選手ああ、でもまあ、エデルソン、多さは違うけど、やれるっていうので言うと、カルバハルとかなんですかね。カルバハルか、富安で、えー、センターバックが、あれピケプジョルか、まあまあ、どの時期のペップバルスにもよるけどね。でも、まあ、えー、片方が、まあまあ、ピケでいいっすよね、片方は普通に。 ピケチアゴシューバーになるかなピケチアゴシューバーかアンダイクかもっと、ブジョルのキャラだったら不器用でいいのかもしれないけど、でもペップバルサカー出すんだったらその辺ですね。で、えー、左サイドバックが、守備的だけどわけわかってるみたいな、アビダル枠ですよね。誰だろう守備的だけどわけわかってるサイド。フェランメンディか。フェランメンディで、えー、アンカーはそのままブスケツで、チャビーニの枠でしょペドリと、もう一人誰だろうな。 ただ違うけど、低い位置で組み立てを完璧にアンカーの脇でできる選手。ああ、ベルナールド・シューバーかな。うん、ベルナールド・シューバー、フェドリー、ブスケツにして、で、トップメッシで、両ウィングが、片方が張ったところから斜め入ってこれる、ペドローバクの選手だから、張ったところから斜めに精度高く入ってこれて、どっちも高クオリティ。あ、まあね。で、右ウィングは、すげえストライカーって感じの。右、ニャブリかなうん。 されて中にも入れるみたいな。全体がフレキシブルに動きながら、得点もできるみたいな感じ。ね。ちょっと考えててワクワクしましたね。いろいろみんなで、えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカー戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄から、レオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。